あなたは廃火葬場を見たことがあるでしょうか。今では覚えている人もあまりいないのでしょうが、自分が住んでいた田舎では、昔は村落ごとに小さな火葬場がありました。火葬場といっても、小さな納屋くらいの大きさで、石造りの小屋です。中を覗くと、床に人一人を寝かせられるくらいの溝が掘ってあり、泣き殻をそこに寝かせて焼いたのだそうです。高い煙突などなかったので、使用した時には肉の焼ける匂いとかがすごかったと思われます。そのような小さな火葬場は、人里を外れて、山の中に入ったところに建てられることが多かったそうです。私は山歩きが好きなのですが、地元の山を縦走している時に、何度かそういう廃火葬場に出くわしたことがあります。最初に見た時には、全く何の廃墟かわからなかったのですが、それでも嫌な雰囲気をひしひしと感じさせる、気持ちの悪い場所でした。どの場所も使われなくなって久しいようで、草やツタに覆われていましたが、人を焼くときには油脂分がものすごく出るのだろうな、となんとなく実感できるようなありさまでした。これは、そんな場所に迷い込んでしまった人の体験談です。私の友人に、K 君という山歩き仲間がいました。山歩きといっても、彼の場合、日帰りもしくは一泊程度の簡単な山にしか登らず、登山コースを外れることも滅多にありませんでした。模範的かつ、ライトな登山愛好家だったわけです。その K 君が一人でとある山系に分け入ったのは、もう5、6年前。ちょうど今頃の季節でした。新緑を楽しみに一泊する予定だったとか。なぜかそう難しい山でもないのに、彼は道を読み間違え、目指していた尾根とは別の尾根筋に登ってしまいました。しばらく道なき道を進んでいたのですが、ふと行く手の途中に、小さな小屋が姿を現しました。近づくまでもなく、ピーンと来たそうです。彼もまた、何度もそんな廃火葬場を見つけたことがあったのでした。しかし、その小屋は少しばかり様子が違っていたそうです。普通の火葬場よりも妙に細長かったとか。その変な形を見ているうちに、他の疑問も浮かんできました。おかしい。いくら人里から遠ざけると言っても、ここはちょっと山奥すぎる。気持ち悪かったのですが、好奇心に負けてそっと中を覗いてみました。やはり廃火葬場でした。床に一列の溝が掘られています。しかし、やはりどこか奇妙なのです。その溝は、幅は人が二人入れるほどに広く、そして長さは優に6メートルはあったのです。ここで一体、誰がどんな人を焼いていたんだろう。そこまで考えて、K 君は急に恐怖に襲われたんだそうです。必死でその場所を飛び出し、少しでも道の広い方に向かって小走りで逃げ出しました。かなり焦っていたのと、地図を見る余裕が全くなかったせいでもあるのでしょう。もう完全に道に迷ってしまいました。あれだけ余裕のあった時間が、あっという間に浪費されていきます。日が沈み出すと、没するのは早いものです。だんだんあたりが暗くなってくると、もう気が気でありません。どうしよう、どうしよう。焦りまくっていると、ようやく見覚えのある沢にたどり着きました。安堵のあまり座り込んで後ろを振り返ると、そこに道はもう確認できません。自分がどこをどう通ってきたのかも、すでにわからなかったそうです。幸いなことに、野営地には他のキャンパーが数名いました。K 君は自分が見たものの話をしましたが、誰もその山に廃火葬場があるという話は聞いたことがない、ということでした。変な話を暗くなってするな、と嫌な顔をされたそうです。無理もない。私も聞いたことがないですが、ひょっとしたら何か集落でも、その昔その山にあったのかもしれません。長い溝穴を掘ったのも、何か理由があったのかもしれません。しかし、やはり奇妙で不思議な出来事だと思います。この後日、
別の友人が K 君と私に、ヤツカハギなるあやかしの昔話を教えてくれました。妖怪変化が絡んでくるのも違うような。それにヤツカハギって、中国地方にもいたのでしょうかね。場所的には中国と近畿の境目の方なんですが。ちなみに K 君は現在、山歩きはやめてしまっています。仕事でかつての山仲間がチリジリになってしまったのが主たる原因ですが、この出来事の後で、どうやら別の廃火葬場で恐ろしい目にあったらしく、もう一人では登らん、と言っていました。以上、山の廃火葬場の回でした。